ハロー中でーす。王林新宮寺塾の辻中です。どうも、代表の新宮です。今回のテーマは完璧主義になるなです。どういうことでしょう。要は参考書とか勉強するときに1回で完璧にしようとするなんてことですね。参考書をワーッと素早く読み進めて、で繰り返し読むことによって定着させようねっていうことですね。本当1回で完璧にしようとするとなかなか先読み進めないことかもいるじゃないですか。ここの文が分かんないから次なかなか進まないみたいな、っていうこととかあったりとかするけれども、正直僕らも受験勉強してた時とか思ってみれば、読んでて途中で分かんない時もあるじゃないですか。ただ先を読むことによって、あ、なるほどそういうことかって分かることもあるから、まず読み進めてほしいし、あと一番大事なことは、どんなにじっくり読んでも大体やっぱ1回で覚えないですよ。大体まあ高校生とかだったら毎週楽しみにしてる漫画とか、まあ、ドラマとかあったりとかすると思うんですけど、あんだけ楽しみにしてて毎回毎回じっくり見てたドラマとかでも思い出そうと思ったら意外と思い出せなかったりとかするじゃないですか。でも逆に何回も見てるものとかって結構思い出せると思うんですよね。例えば最近流行りの鬼滅の刃の無限列車編とか、もう見てる子はめちゃくちゃ見てると思うんですけど、そういう何回も見てるものって話思い出してとかだったら多分すぐ思い出せるんですよね。で、まあ、やっぱ繰り返すってことが大事なんで、つまりながらやってても先読めば分かるものも途中だと分かんなかったりとかすることもあれば先に読み進めてほしいし、どんなにじっくり読んでも一回じゃなかなかやっぱ覚えないんで、結局繰り返して覚えることが多いんで、さっき読んで繰り返して思うねっていう話ですね。それこそ世界史とか解説が書かれているナビゲーターって参考書あるんですけれども、あれも解説が多いんで一回一回完璧にしようとすると無理なんですよね。量も多いですし、あれもポイントは同じようにサッとでいいんで一回通して読んで、もう何回も何回も繰り返しているうちに、あ、こういうことがだったんだ、あ、実はこの国はこういうことしてたんだみたいな、より深くまで理解していく。そうですね、さーっと概要を掴んで、で一問一答とかで覚えることを覚えてからもう一回読み返した時に初めて、あ、なるほどと思うこととかも多いですもんね。そうですね。参考書とかまず概要をさっと掴んで問題集とかで覚えて、もう一回参考書読み返したりとかするというふうにやった方が、なるほどって思うこととかも多いから、まあ一回で完璧にしようとせずに、まあ、最初は概要を掴んで覚えることを覚えてもう一回読み直したりとかした方が、まあ、より理解も深まるし、で定着させやすいってことですよね。はい。まあ、なんで、一回に完璧にならないっていう方が結構当たり前だったりとかするんで、まずは概要をさっと掴むようにするようにしましょう。大変な部分もたくさんあるんですけれども、一つ一つクリアしていきましょう。ドーン。